私とシディはグルメツアーの一環で犬鳴峠という場所に来ていました。今日の夜ご飯なんだろうね。ヒサメ、それを言うのは今日で5回目だぞ。え、そんなに言ってた？ジーズ、今から俺ら犬の木村探しに行きたいと思います。やべえ、俺たちホラー探検隊じゃ。こんなツアー向けようよ。私、二人きりになりとい。たく欲しがりだなってめえは。朝あんなにしたばっかだろ。そんなこと言ってたっくんもしたいでしょ。じゃあタイミング見て抜けようぜ。たっくん最高。犬鳴村ってなんだ。私もわかんないよ。犬鳴村、それは決して立ち入ってはいけない場所です。え、犬鳴村とは立ち入ってはいけない場所？犬鳴村は犬鳴峠のトンネルの先にある心霊スポットです。心霊スポット？そのトンネルは新しく作られた犬鳴トンネルと呼び分けるために旧犬鳴トンネルと呼ばれています。旧犬鳴トンネルをくぐった先の犬鳴村は行ってはいけない村として有名です。それはどんな村なんだ？私は何とも。噂は様々ありますがね。人間に差別されていた意中の住人が元から立ち入り禁止だった犬鳴村に住み着いたとか。犬鳴村は地図に載っていない村です。国の記録にも残っていないという謎に包まれた村ですが、その村は旧犬鳴トンネルから細い脇道を通って抜けた先にあるとされています。なんで地図にないんだ？昔はあったのですが、合併とダム建設によって犬鳴村はなくなってしまいました。その結果、地図から削除された村という情報が拡散されていき、幻の村として噂になっているんです。シディ、その話怖いからもうやめようよ。あ、今怖い部分あったか？行き方、ほら、この先にあるトンネル。そうですよ。シディ、やばい、やばいよ。ヒサメ、落ち着け。ただのトンネルだ。分かってるよ、分かってるけどさ。旧犬鳴トンネル開通は当時地元住民にも内密に進められていた計画であり、山の奥深くで作業が進められていたので、その作業現場を見た人は関係者以外にいなかったと伝えられています。ますます謎が深まるな。でもさっきの人たち、犬鳴村に行こうって。大丈夫ですよ。旧犬鳴トンネルは現在通ることができなくなってます。さすがじゃん。じゃあ犬鳴村行ってきます。マジでなんか出たらどうするよ。俺がボコボコにしておくから、そしたらめっちゃ伸びる動画撮れるだろ。犬鳴村の村人ボコってみたって最高だな。面白そうだな。俺らも行こうって。もういや。今の音、あいつら犬鳴村に入っていったな。大変なことになりますよ。よし、俺が連れ戻してこよう。ですが。大丈夫だ、俺は宇宙人の力が使える。ああ。じゃあヒサメ。大丈夫だ、ヒサメはみんなとここで。私も行くよ。ありがとう、心強い。村へ入ると壁が壊されてる。やはり4人は中に入っていったな。無事だといいけど。とにかく急ごう。なんだこの匂いは。ひどい匂いだね、生肉が腐ったような。え、なんか音が。大丈夫だ、ネズミか何かだろう。なんだここは。どうしたの？なんだか力が抜ける、体が気だるいんだ。そう、私は別に大丈夫だけど、シディがお昼にしかホルスの力を使えないのと関係してるのかな。一見ここも変わらないように見えるけど。あれはなんて書いてあるんだ、漢字が読めん。そこ、この先憲法は通用せず、だってなんかあるってことだよね。うん、これもいたずらだといいのだが。うわ、携帯の電波も通じない。本当にここは何なんだろうな。カップル。おーい、誰かいるか。ここは立ち入り禁止だ、帰るぞ。ツアーに参加してた人たち出てきてください。他のものは絶対出てこないで。なんだこれは。いや、人が首が折られてる。この村には一体何が住んでいるんだ。とにかく他の二人を早く見つけねば。村人。助けて。誰かが来る。え、大丈夫だ、ツアーの参加者だ。無事か。無事なわけあるかよ。なんだよ。
何なんだよあいつらは。あいつら、とにかくここから逃げるぞ。いや、もう一人を見つけなきゃ。あいつは償え。来た、 あいつらだ。償え。嘘でしょ。なんだ、人か。終わりだ、囲まれた。お前らに危害を加える気はない。今すぐに出ていく。侵入したことは謝罪する。俺たちを返してくれないか。無理に決まってんだろ。償え。ほら見ろ。言葉が通じてないの。殺される。万全な状態なら逃げ切れるとは思うが、ここに来てからどうにも力が出ない。俺がおとりになって二人だけでも逃がさねば。二人とも私に捕まって。何言ってんだ。いいから、生き残りたいなら私の言う通りにして。潜め。すげえ。すまないな、縄張りを荒らして。そしてその後、私たちは無事村を抜けてツアーグループに合流できました。助かった男性はすごく怒られていました。食べないのか、ヒサメ。あんなことがあった後じゃね。だが今回ヒサメがいてくれてよかった。頼もしかったぞ。いや、私なんかいなくてもシディなら一人でなんとでも。いや、助かった、ありがとう。あ、うん、他の人も助けたかったよ。死んでほしくなかったよ。うん、ヒサメは頑張ったさ。